はい、コバルトアワーっていう曲があるんですけどもね、ユーミンの曲ですけどもね、この曲はね上級向けですよね何をもって上級なんかわかんないですけど、あのねこの曲ってね半音ずつ上がっていくんですよね。なんでこのギター一本でこう弾いていこうとすると非常に難しいし、結構この夜のとかいいよさ飛び越えてっていう曲なんですけど、このテンポもね早いっていうか、この口数が多いっていうか、こうそれをこう弾いていくっていうのはあのできないです。あの上級向けなんで、あの僕も弾けないんですけども、それをちょっと無理やり弾いてみようと、無理やり弾いていくとどんな感じになるかっていうのをちょっとやってみたいと思いますけど、このねあのサビの部分、これ今サンカポなんですけど、これが多分原曲キーなんですよね。でサビの部分は割とこう弾きやすいんですよ。夜明けの金星ってですね、消えゆく空はコバルトってね、これを、サビの部分がこう C になるように弾こうとすると B フラットから始めるとはダメなんですよね、この曲で夜の都会をさ飛び越えて1960年へってこう一番の歌詞があるんですけど、で一番の歌詞から二番の歌詞になるときに、なるときにっていうか、1番の歌詞と2番の歌詞のキーが違うんですよね。港へ続く高速道路っていうね、2番の歌詞があるんですけど、1番の歌詞と半音上がってるんですよね。いつの間にか上がるっていう、でこのサビの部分でまたこう半音上がって C に、だから B フラットから B に行って C に動いていくんですけども、でまあ最初のこの出だしが非常にやりにくいっていうね、こう B フラットからいくと、でまあこれまあイントロはねなんかこうなんていうの、このサンバのリズムみたいな、なんかそういうこう明確なこのメロディーラインみたいなんてないんで、まあ B フラットから始めるんで、F のセブンスあたりからこうね、これ港へ続く、最初 B から始めたのが B に移ってるんですね、いつの間にか。こんな感じなんですけど、今こう結構無理やり弾いてるんですけども、
これコード進行で言うと、まず B フラットから夜の都会をで、ここでマイナーに B フラットのこのマイナー、夜の都会をさあ飛び越えて、これは E フラットの、セブンスなのかな。B から夜の都会をさあ飛び越えてマイナーになって、で、E フラットのセブンス、ここで、F のフラットね、でここでまたマイナーになって、で C のシャープのセブンスね、で F シャープで F シャープのセブンス、うん、動いてるんですね。でまた今と同じメロディーは同じだけど、ここでもう半音、最初 F からいったのがいつの間にかこれ F シャープになってるんで、で B に港へ続く高速道路で、まあここからはこう E になって A になっていくんで割と弾きやすいんですけど、高速道路空を流れるミルキーウェイさ EA で行って、でまたマイナーになって、海の匂いの冷たい風が、D7 ですね。C で夜明けの B マイナー7 で B フラットから金星、A マイナーね、 A マイナー7で F のメジャー7、消えゆく、E マイナー、 E マイナーの7でもいいけど、空はここ Dセブンス、コバルトで、ここは一緒ですね。まあ、夏の桟橋で彼方に浮かぶ朝焼け、まあ同じコード進行ですね。ここはで、まあ感想がね、感想もなんかよくわからんような一箇所、このタン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 っていうね、 FE マイナー弾いてますけど、タン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 っていうのが入ってるんですよね。でまあまあ、感想はよくわかんないです。で、この次に続く、あなたは昔湘南ボーイっていう、ここは B から B なんですね。Thank you.
最初ねこう、B フラットから始めなあかんので夜のとか言おうというとこね、やりにくいですよね。で B に行って、でここからは E になるんで、ね、割とやりやすくなる。これもだからこういう曲ってやっぱり弾けないんですよね。こう半音ずつ転調してるような曲ってね、もうもうこんなとこから始まったらこう なんとなくこうごまかしながら弾くしかないですね。この曲はやっぱり難しいんでね、あんまり弾き語りをしてる人ですらあんまりいないんじゃないかな、こうギターだけでこう弾いてる人って多分いないかもしれないですね。弾けないからねこういうのってね、やっぱりね、
でなんかこううまく弾いてるようにやっぱり聞こえないですからね、こういう曲ってね、なんで上級向けです。まあね、こんな感じですよ。まあ、弾けない曲もあるんですよね、こういうのってね。でもこの曲はなんていうかね、いい曲よね。知らない人はYouTube に今ユーミンがこうライブとかで歌ってるような映像があるんで、聞いてみたらねいいかもしれないですけど、いい曲ですよ、この曲は。なんとも、古い曲なんですけどね、めちゃめちゃ古い曲ですけどね。港へ続く高速道路、空を流れるミルキーウェイさ、海の匂いの冷たい風が白いベレジー包み始めるって言ってね、ベレジーとかって出てくるんですけど、ベレジーっていうのは多分もう今の若い人は多分分からないでしょうね。ベレジーって何なんだろうみたいなね。ベレジーっていうのはベレットっていう車があって、昔ね、イスズの車ですよね。今はもうイスズって多分トラックしか作ってないんでしょうけどね。ベレット GT っていう車があったんですよ、昔ね。それのことですよね。んで、まあ古い曲なんだけども、今聴いてもそんなにこの古さを感じない曲ですよね。ですごい、まあ、このコード進行もこのややこしいね、なんかこう何に転調してるのかよくわからんようなこう曲ですよね。でなんかいつの間にか半音上がってるっていうね。1番と2番で半音上がって、サビでまた半音上がってるっていう曲なんですけども、ユーミンでね、コバルトアワーっていうこのアルバムの多分タイトルにもなってるよね、この曲ね。古い曲で、1960年へと言ってますけども、1960年だと私まだ生まれてないんですよね。まあそんなはどうでもいいですけども、なわけでコバルトアワーでした。